こんにちは、パラレル宇宙子です。今日は暖房で乾燥する冬の季節にぴったりなシマーポットで魔女の乾燥対策をしていきたいと思います。以前にもご紹介した魔女ガバで煮込むシマーポット、シマーとは煮るという意味で、ヨーロッパでは人気の加湿方法です。ハーブやもみの針葉樹、果物の皮、スパイスを水でコトコト煮ていくお手軽ハーブの芳香浴。暖房をつけっぱなしにしていると部屋が乾燥するので喉が痛くなったりしますよね。なので今日はニュール、冬至祭の時期に合わせた爽やかな柑橘系の香りでお手軽ハーブの芳香浴をしていきたいと思います。今日私が使うのはレモン。抗菌、抗ウイルス作用のあるレモンを空間の感染対策や空気の浄化に使用するのがおすすめです。レモン1個をスライスしていきます。鍋や魔女釜に入れていきます。シマーポットに使う果物はフレッシュなものでなくても大丈夫。多少傷んだものでも香りは楽しめます。ハーブとスパイスをブレンドしていきます。まずはローズマリー。魔女ファームで育てたローズマリーを乾燥させた自家製ハーブ。抗菌、感染対策にはローズマリー。呼吸器系の不調にもおすすめです。大さじ2杯。個性的で奥深い香りのクローブは古くから鎮痛効果のある薬草として活用されてきた歴史があり、独特な深みのある香りは抗菌作用や体の免疫機能を高める効果があると言われています。月桂樹、ローリエの葉に含まれるピネンやサピネンには炎症や痛みを和らげる効果があり、痛みを緩和するハーブとして古くから利用されてきました。スターアニス、星のような可愛い形が印象的なスパイス。香りの主成分は神経が興奮するのを抑え、心をリラックスさせる作用があります。代謝を良くし、利尿作用もあるので風邪やインフルエンザの予防にも効果があると言われています。スパイシーで甘い香りが特徴のシナモン、漢方では桂皮と呼ばれ、血流促進や美肌効果もあり、柑橘系との相性が抜群。ビタミン C が豊富なレモンと組み合わせることで保湿をしながら肌の調子を整えます。満月に月光浴させておいたムーンウォーターを注いでいきます。蛇妖系のインセンスでこの場を浄化していきます。スッとする針葉樹の葉やローズマリーのハーブに柑橘の爽やかな香りがプラスされ、セントラルヒーティングや暖房で締め切ったお部屋の空気も爽やかにリフレッシュ。風邪やインフルエンザなどの感染症対策、乾燥した喉の痛みの緩和にも効果的です。今日ユールのシマーポットで使用したハーブやスパイスたちは精神を高揚させる働きがあり、集中力アップや仕事の合間などのリフレッシュにもなります。ス
ストーブや暖炉があればその上で暖を取りながら加湿ができますし、沸かしたものを部屋に置いておくだけでも効果的です。このまま1週間ぐらい使用できますが、水位が下がったら水を入れ、夜寝るときは水を切ってください。お料理やテーブルのデコレーションを楽しむのと同時に、風対策も含めた香りの演出、やけどや体気に気をつけながらお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。